皆さんこんにちは、大地です。今日はアドバンスというクラスをやっててね、アドバンスというクラスでは結構ディスカッションをみんなでしたりとかするんですけど、技術的なこともするし、それからねコーチの信念とか、そこから生まれる態度とかね、することもあって、でアドラー心理学がベースなんですけれども、まあアドラー心理学以外のね、なんかやり方考え方っていうのからも学んでみるってやっててね、今日はなんか NLP の前提というね、まあ NLP を使う人たちがなんかこの前提として、持ってる考え方とか、まあ要は信念ですけれども、ね、信じてること、大切にしてること、まあそういうことについてもねディスカッションしてみたりもしました。そのうちの一つにこういうのがあるのね、必要なクライアント、あ、必要なリソースをね、クライアントはすでに持っているっていうね、こういう、まあ、NLP なんかでも言われるし、他でも言ったりすることありますけど、こういう信念が本当かなと思いますよね。必要なリソースをクライアントはすでに持っている、え、本当に？で、なんでこういう、これ本当ですかって言われたらなんて答えるんだろうとか、なんでこの信念持ってるんだろう、この信念持ってるとどんなことが生まれるんだろうか、例えばね、こういうことをね、みんなでねディスカッションしてみたりするわけね。クライアントは必要なリソースをすでに持ってるって、どうしてで、ね、いろんな説があるね。一つはやっぱりね、クライアントがリソースを持ってるかどうかは分かんないけれどもね、クライアントのこの持ってる遺伝子っていうのはね、それこそね、何十億年前から始まってですよ、で人類になってからも何百万年とかね、いう間にこの人間関係とかこの社会に適応しながら何か問題を乗り越えたりとか、それからね何か夢を叶えたり、できたものがこう残ってきたわけでとかね。でだからやっぱり遺伝子レベルでもちゃんと必要な対応って取れるようなものをすでに持ってるんじゃないかとかね、っていうこういう考え方だったり、もしくは何かこれやりたいんだってね思った時にね、そもそもこれをやりたいって目標を持つということは、それに関連するまあ参照体験というのかな、人間の脳って未来のイメージを持ったりとかね、何かやりたいってイメージを持つ時には結局過去のいろんなデータをつなぎ合わせて作ってるわけなんで、だから人間が例えば何かをやりたいとかこれが欲しいと思い描いた時には、実はそれに関連する体験っていうのを潜在的には知ってるから、でだからそこに必ずリソースがあるんだって、こういうね論を張る人とかね、でいろいろこういうディスカッションしながら、そしてじゃあコーチがそういうふうに信念を持ってるね、この人は絶対にリソース持ってると思うことで何が起こるんだろうっていうと、やっぱりコーチのもうこのね、バイアスがありますから、この人リソースないや、外から探さなきゃとか俺が与えなきゃと思うと自分の内側から探そうとなるわけなんですけれども、ね、それがね、この人の中にあるんだと思ったらそれの些細な兆候を見つけて探すようになるね、だから本当に見つかりやすくなるとかいろんなことがあるわけです。そういうふうに考えてぜひね、トライを、してみましょうということでした。まあ他にもね NLP の前提面白いのいっぱいあるので、ぜひ自分でも考えてみるのはいかがでしょうかということです。それでは。